平野紫仕の経済力、最新 CM の巨額取引を暴露。トべのアーティスト、ナンバー、アイの新たな展開に期待の声が高まる。トべは2024年にも新たな一歩を踏み出し、その中心にはナンバー、アイの活躍があります。1月にはデジタルシングルの配信が予定され、かつてのキプ時代には達成できなかった世界進出の大きな一歩となる可能性が広がっています。 さらに、3月には東京ドームでの壮大なコンサートが開催決定。戸部に所属する全アーティストが4日間にわたり熱いパフォーマンスを披露する予定で、この東京ドーム公演は事務所設立からわずか1年での開挙として期待されています。この成功の裏には、やはりナンバー、愛の人気が大きく寄与しており、インスタグラムのフォロワー数は400万人を超え、SNS 上でのトレンド入りは日常半時となっています。また、 ヒラの仕には新たなプロジェクトのオファーが相次いでおり、国内の大手ビール製造会社が新しいお酒の CM に起用するとの噂も浮上しています。彼はお笑い芸人との共演も予定され、広告代理店関係者は彼の賞賛に言及しています。かつては、キプ在籍中に多数の CM に出演していましたが、事務所との契約終了に伴い、これまでの CM は順次終了。広告業界では今後、 外資系企業が重要な役割を果たす可能性が指摘されています。情報シエルジャポンの表紙にも登場し、香港のファッションショーにも招待された平野さん。その影響力は計り知れず、ファンが殺到する光景が続出しています。彼のインスタグラム投稿によるカフェでのレモネード飲みシーンもわずか1時間で事実上の予約殺到となり、その影響力が企業の関心を集めています。飛べに移籍したアーティストたちは、 事務所が直面する様々な問題にも自らの意向を積極的に取り入れています。特に平野さんは自身が社長を務める企業を設立し、戸べからの売り上げに応じた収入を得ていると言われています。これにより、彼らの収入構造に大きな変化が見られ、ジャニーズ時代の年収をはるかに超える収入を実現しているとされています。 滝沢秀明氏もタレントのための新たな利益体系を提案し、売り上げや仕事に応じてタレントが収入を得られる仕組みを構築しています。この取り組みにより、戸部に所属するアーティストたちは自分たちのやりたい仕事を追求しながら経済的にも自立したキャリアを築いています。滝沢氏の後輩思いの姿勢は多くのタレントに感動を与えており、戸辺でも同様の支援が提供されています。 平野紫仕様の CM 出演契約に関しても注目されており、キプ時代には1本あたり約6000万円とも言われている彼の経済的価値と影響力が高まっています。ト米の遺跡もは業務委託契約となり、タレントの取り分も増えているため、今回のビールメーカーの CM のギャラも相当な金額になると予想されます。このような契約体系は、 タレント自身の才能と努力に対して適切な報酬が支払われることを示しており、業界内でのポジティブな変化をもたらしています。過去にはキンプリがセブンイレブンとの契約を結んでおり、全国の店舗で即日の売り上げを記録しています。このような成功例から、今後も新しい挑戦やプロジェクトに期待が膨らむばかりです。